ここに胡椒を入れてっと。あー違う、これはお塩だわ。そして醤油もちょっと入れて。あー違う、これは黒酢だわ。はぁ、今日は朝から色々ミスが多くてイライラしちゃう。嫌だなぁ。これとこれを合わせれば。あー、また失敗しちゃったんだぜ。こっちのポーションはどうかな？これも失敗？嘘だろ？はぁ、今日はポーション作りがうまくいかなくてイライラするんだぜ。嫌だなぁ。まあリサ、お昼ご飯できたって霊夢が呼んでるのです。もうそんな時間なのか？はぁ、とりあえずご飯食べるか。もぜもぜもぜ、もぜもぜもぜ。今日の霊夢のご飯はすごく美味しいのです。毎日こんなに美味しいご飯が食べられて幸せなんよ。霊夢、今日もご飯作ってくれてありがとね。私の方こそ、いつも美味しいって言って食べてくれてすごく嬉しいわ。あ、ちょっとお醤油かけよっと。あ。ちょっとマリサ、私が先に取ったんだけど。いやいや、どう考えても私の方が早かったぜ。あ、あれれ？嫌な予感。そうやって私のことを悪者扱いする気？なんだよそれ、そういう霊夢こそ、私のことを悪者扱いしようとしてるじゃねえか。そんなことするわけないでしょ。いいや、してるんだぜ。もういい、マリサなんて嫌い、絶好よ。霊夢、どこ行くん？これはまずいんよ、星野、すぐに霊夢を追いかけて。はぁ、どうしよう、イライラしててついマリサにひどいこと言っちゃった。霊夢、霊夢。星野、追いかけてきてくれたの？星野、二人が喧嘩するのは嫌なのです。お醤油なら星野の分をあげるから、だから仲良くしてほしいのです。星野、心配かけてごめんね。実は今日は朝から色々とうまくいかなくてイライラしてたの。それでついマリサにあんなこと言っちゃった。すごく反省してるわ。仲直りできそうですか？普通に謝って許してくれるかしら。霊夢霊夢、あれ見て。何あれ、すごい行列。ケーキ屋さんかもしれないのです。美味しいケーキを買って帰れば、きっとマリサと仲直りできるのです。なるほど、仲直りのケーキ。星野、ちょっとあの行列の方に行ってみてもいい？行ってみるのです。すみません、これは一体何の行列ですか？アスレチック大会に参加する人が順番を待ってるんです。ケーキ屋さんじゃなかったですか？ケーキなんかよりもっといいものが手に入りますよ。もっといいもの？無事にアスレチックをクリアできた人には、新作の魔法の杖が配られるんです。その杖が欲しくてみんなこうして挑戦してるんですよ。魔法の杖。これだわ。アスレチックをクリアして、その魔法の杖をマリサにプレゼントする。もちろんちゃんとごめんなさいも言うわ。ゲームとマリサ、仲直り大作戦なのです。二人が仲直りできるように、チャンネル登録と高評価で応援よろしくです。通知やツイッターのフォローもよろしくお願いします。よーし、サクッとクリアして魔法の杖を手に入れるわよ。霊夢ちゃん頑張れー、霊夢ちゃん頑張れー。これは今手に入れた丸石を設置して、向こう側に行く感じね。まずはここに置いて。次はここね。ここは距離があるから慎重に。霊夢、ジャンプ上手なのです。えへへ、ありがとう。ここは部屋になってるのかしら。壁がボロボロなのです。ここのアスレチックは遺跡をイメージして作られてるみたいよ。だからボロボロになってるですか。そういうこと。この辺から登れそうね。おお、大きい木が見えました。ほんとだ、すごく大きい木。あっちにもステージがあるみたいだけどどうやって行くのかしら。まさか、飛び降りるですか？ここから？さすがにそれは怖い。とりあえずこっちに進んでみましょう。ここから上、には行けそうにないわね。じゃあやっぱり大きな木のところまで飛び降りるですか？そんな気がしてきました。でも、こうしてみると届かないこともなさそうね。勇気を出して飛んでみるわ。星野、全力で応援するのです。それじゃあ行くわよ。やった、着地成功よ。ゲームかっこいいのです。これは何かしら？キラキラしてて綺麗なのです。青い石ですって。金ブロックに置けるですか？あそこに金ブロックがあるわ。おお、お水が出てきました。すごく面白いギミックね。それじゃあこのお水を利用して上に登るわよ。次は何があるんだろう。ワクワクするわよね。ワクワクしまくりです。上にドアがあるから、多分ここを登っていけば良さそうね。霊夢、手に何か持ってるのです。スライムブロックと水入りバケツが手に入ったみたい。それで何か作るですか？あ、わかった。ここから飛び降りて、タイミングよくスライムと水を地面に置くんだわ。そんな高度な技術コキプラネットにはありませぬが。言われてみれば確かに。行くわよ。ああ、距離が足りなかった。この辺から思いっきり。置けなかった。そして落ちた。悲しい。次こそ決めるわよ。大ジャンプしたのです。このまま連続大ジャンプよ。ああ、私のバカー。霊夢落ち着いて。
何が何でもクリアして魔法の杖をゲットするの。諦めない。絶対クリアする。霊夢ならクリアできるのです。星野信じてるのです。星野ありがとう。行くわよ。タイミングを見極めて。できた。この後は水バケツでいいのよね。やったー、できた。霊夢すごいのです。荷物を整理してっと。ここはまっすぐ進むだけでよ。トラップ。もう落ちないわよ。ふう、無事にクリアできた。おお、かっこいいだ。あら、弓が手に入ったわ。弓、モンスターと戦うですか？いいえ、モンスターはいないみたいよ。あそこに的があるからあれを狙うんじゃないかしら。なるほど、理解。よーく狙って。やった、一発で成功したわ。上手なのです。ここは一気に飛ぶ。飛ぶだけなのにいい。これがコキプラネットの実力。あっちに飛ぶだけ、飛ぶだけよ。ああ、よかった。ここにもキラキラがあるのです。エンダーパールだわ。どこかにワープするですか？多分そういうことよね。ワープできそうなところは。どこだろう？下の方にある穴が気になるわね。落ちないように気をつけてっと。あ、スライムブロックなのです。ここから飛び降りてジャンプして。あ、それであの穴の中にワープするのね。すごーく難しそう。そうね。でも私頑張る。マリサのためだもの。落ちてジャンプして投げる。よし、イメージできたわ。行くわよ。ここでジャンプして投げることができない。もう少し頑張りましょう。これで決めてみせるわ。正面を向いておく。今よ。ここは、最初の場所だ。ということは、おめでとうございます。白霊霊夢さんステージクリアです。やった、魔法の杖ゲットよ。霊夢、おめでとうなのです。はあ、私なんてことしちゃったんだ。霊夢もマリサも普段はこんなことで喧嘩なんかしないんよ。一体何があったん？いや、大したことはないんだぜ。今日は朝から色々うまくいかなくてイライラしてたんだ。だからつい霊夢に当たっちゃったんだ。そういうことやったんか。うまくいかないこと、イライラすることは人間みんなあるんよ。でも、だからって友達に八つ当たりしていい理由にはならないね。ああ、ユリカの言う通りだぜ。霊夢すごく怒ってたよな。普通に謝って許してくれるか不安なんだぜ。何か霊夢の喜びそうなプレゼントでも渡せたらいいんだけどな。プレゼント？あ、そういえば。どこで見たっけな。ユリカ、何を探してるんだ？確かこのページに。あったあった。今、いろんなところでアスレチック大会が開かれてるんよ。会場によってクリアした人に渡される景品が違うみたいで、例えばここの会場やと最新の冷蔵庫が景品なんよ。冷蔵庫？そういえば、最近冷蔵庫の調子が悪いって霊夢言ってたんだぜ。素直にごめんねって言えば霊夢は許してくれると思うけど、何かプレゼントしたいなら、この大会に出て冷蔵庫をゲットしてみたら？なるほど。ユリカ、ありがとなんだぜ。私この大会に参加する。霊夢に謝って、悪いことしたお詫びに冷蔵庫をプレゼントするんだ。よし、そうと決まれば早速会場に行くんよ。ここは7種類のバイオームを楽しめるアスレチック会場。ステージを一周してここに帰ってきたらクリアなんよ。絶対にクリアして冷蔵庫を持って帰るんだぜ。最初はよく見る平原バイオームやね。あの原木の上に乗ればいいのかな？ボートが手に入ったんだぜ。ボートってことはこの池を渡るってこと？あれぐらいなら別にボートがなくても渡れるんだぜ。普通のボートだよな。あ、私わかったかも。よく見たらあそこが柵になってるんよ。ということは普通のジャンプじゃ向こう側に行けないのか。そういうことやね。マイクラが上手な人がよくやってるボートを使ってジャンプする方法なら、あの柵を飛び越えられるんやない？コキプラネットってそんな技使えるのか？が、頑張るのだ。行くぞー。あー、惜しかった。こういう感じか。よし、再チャレンジするんだぜ。勢いをつけて。おー、いけたんだぜ。マリサナイスなんよ。次のステージは洞窟か。あのスライムブロックに乗ってジャンプする感じやね。これは一発で決めたいな。おー、一発クリア。ジャンプしたらアメジストブロックが手に入ったぜ。設置可能はネザライトブロック。なるほどな。ここのネザライトブロックに設置して足場にして向こうに渡るんだぜ。簡単なんよ。消えた？消えた。多分、置いたらすぐ消える感じなんよ。置いたらすぐに飛ばなきゃだな。よっしゃ、行けたぜ。次のステージは雪か。ここは滑り落ちないようにさえ気をつければ大丈夫そうだぜ。優しいステージでよかった。よし、次行くぞ。
ワープした。面白いんよ。うわ、スケルトンがいるんだぜ。一旦隠れてっと。マリサ、またアイテムが手に入ってるんよ。ほんとだ。条約のポーションと。磨かれた戦力岩に設置できるはしごやね。ちょっとステージを見渡してみるぜ。はしごを登った先のブロックに高さがあるから、あそこでポーションを使うんかな？戦力岩は見当たらないな。とりあえずポーションを使ってあそこを登ってみるか。スケルトンの攻撃に気をつけて。気をつけるんだぜ。よっしゃ、上まで来れたんだぜ。次のステージはキノコバイオーム？こういうレアなバイオームのステージもあるんだな。ムーシュルームかわいいんよ。まずはステージを見渡してみるんだぜ。ここを順番に渡っていって、あそこにゲートがあるんだぜ。ゲートの手前には戦力岩があるんよ。ここにはしごを設置するんだな。よーし、サクサクっと行くぜ。このステージは楽勝やね。ああ、あとはあのゲートに入るだけだ。ここにはしごを設置して、ちょっと後ろからジャンプする。また消えた。次は失敗しないぞ。はしごをここに設置して、すぐ飛ぶ。うまくいったんよ。よかった。次のステージは砂漠だな。サボテンの上を飛んであっちのネザーに行く感じか。マリサ、またアイテムが手に入ってるんよ。サボテンに設置できるカーペットか。タイミングよくサボテンの上に設置して、ダメージを受けないように進む感じやね。よし、やってやるんだぜ。ふう、届かなかった。今度こそ。やった、クリアしたんよ。そしてまたアイテムが手に入ったぜ。ボートとスライムブロックか。スライムブロックはマグマブロックに設置できるみたいなんよ。まずはステージの確認をするんだぜ。あ、マグマブロックがあるんよ。あそこにスライムブロックを置くんかな？いや、あそこのツタに捕まればダメージを受けずに降りられそうだぜ。なるほど、確かに。多分壁に沿って降りれば大丈夫。うまくいったみたいだな。マリサ、すごいんよ。うわ、なんだこのマグマ。あ、あっちにマグマブロックがある。多分あそこにスライムブロックを置いて飛んでいく感じだよな。ということは、このマグマはボートを使って向こう側に渡るんかな？ボートを使う、最初のステージでやったみたいな感じか？多分。マジかよ、できるか不安だけどやってみるんだぜ。ボートを置いてすぐジャンプ、行くぞ。できた。成長を感じます。次はあのマグマブロックにスライムブロックを置くんだぜ。そしてそのまま前のブロックに乗っていくんやね。置くタイミングを間違えないように。ふう、無事に行けたんだぜ。次はスライムブロックに乗ってあのゲートに入るのか。ゲートまで高さがあるから、スライムブロックにしっかり乗ってジャンプしないとね。今の私なら一発成功できるはず。行くぜ。スタート地点。ということは、おめでとうございます。霧雨マリサさんステージクリアです。やった、最新の冷蔵庫ゲットだぜ。マリサ、おめでとう。ほらマリサ、ちゃんと謝るんよ。霊夢もごめんなさいするのです。霊夢、意地悪なこと言ってごめんなさい。私あの時イライラしてたから八つ当たりしちゃったんだぜ。これ、霊夢のためにゲットしたんだ。ひどいこと言っちゃったお詫びなんだぜ。マリサ、冷蔵庫の調子が悪いって言ってたの覚えていてくれてたのね。ありがとう。私の方こそ意地悪いってごめんなさい。これ、私からマリサへのプレゼントよ。最新の魔法の杖じゃねえか。仲直りしてくれる？当たり前なんだぜ。私と霊夢はこれからもずっと親友だ。星野は親友じゃないですか？私は？星野もゆりかも霊夢もみんな親友だ。これからもずっと仲良しよ。わーい、仲良しなのです。はぁ、クリアできなかった。あの人クリアできなかったですか？私クリアできるか不安になってきた。ここに会場があるはずなんやけど。もしかして、迷った？そんなことないんよ。新しい冷蔵庫、大きくていい感じ。ケーキいっぱい買ってきても安心なのです。ケーキ専用の冷蔵庫じゃないぞ。ふー。